皆さんこんにちは、ビーレジェンド大林です。今回は肩トレのおすすめ種目を5種目ですね、ご紹介させていただきたいと思います。まあ、肩といえばね、特に男性にとってはこう広い肩幅とかね、こう T シャツが似合う体とか、もっと言うとね、トレーニング一生懸命やってる方なんかはジムでタンクトップを、ね、着た時にかっこよく見えるような体を作るのに非常に大事な部位になってきます。趣味でトレーニングしてる方だけでなくて、特に競技をやってる方にとってはフィジークなんかでは、ね、肩って一番重要な部位ですし、ボディービルをやってる方でも肩っていうのは、ね、ものすごい重要な部位になってきますので、そういう意味ではね、効率よく鍛えていきたい部位ではあります。その肩を効率よく大きくしていくためのコツとしては、まあ、私3つあると思ってまして、まず1つ目は怪我をしないということになります。肩の関節って人間の、ね、こう体の中でも非常に怪我の多い部位で、私も、ね、肩は怪我しているので人のことは言えないんですけども、まあ、怪我をした経験があるからこそ、なるべく、ね、怪我をせずにトレーニングを継続していくっていうのが、やっぱり効率よく肩を大きくしていくのに重要になってきます。そういう意味では無理な重量を扱わないとかね、フォームを崩さないっていうところを大事にしていただいたりとか、肩の種目の中でもそういうね、肩の怪我のリスクが少ない種目っていうのを選んでいただいて、伸ばしていく、そういう工夫も必要になってくるかなと思います。そして2つ目なんですけども、プレス系の種目の重量を伸ばしていくっていうことになります。科学的な根拠があるわけではないんですけども、丸い肩を作ろうと思うと、こうサイドレーズね、よくやってる方いらっしゃると思います。サイドレーズももちろんいいんですけども、肩のね、大きい肩選手に、まあ、話を聞いたりすると、もう皆さんですね、やっぱり肩を大きくするためにはとにかくプレス系の種目で高重量を扱わないとダメだよと。プレスで重量を伸ばしていくのが一番こう肩の、ね、筋肉量をつけていく効果的だよって言ってる方が、たくさんいらっしゃいます。で、私も同じ考え方で、やっぱりね、プレス系の種目の重量をしっかり、ね、伸ばしていってやり込んでいくというのが、肩の、ね、全体的な、ね、バルクアップ、サイズアップには重要だと思ってますので、サイドレイズももちろんね、効果的な種目ではあるのでやっていただきたいんですけども、基本はプレス系の種目の重量を伸ばしていくということをベースにね、置いていただきたいなと。そして、最後3つ目なんですけども、しっかり肩の後ろ側、肩のリアも鍛えていただきたいということですね。どうしても肩のね、やっぱサイドの張り出しとか丸みっていうところに皆さんね、意識が行きがちで、やっぱり肩のサイドは皆さんね、すごい一生懸命鍛えるんです。肩の前、三角筋全部っていうのはベンチプレスとか、そういう胸のプレス系種目でも結構使われるので、自然とね、鍛えられる方が多いんですね。で、当然肩のプレス系の種目でもメインで使われる部位ではあるので、そういう意味では全体的なバルクアップのために肩のプレス系の種目を一生懸命やれば、自然とね、三角筋の全部前側っていうのがついてくるんですね。そうなると三角筋後部の成長がおろそかになってしまって、正面から見た時はいいんですけども、横から見た時とかね、後ろから見た時に肩の迫力がちょっと足りなくなってしまう、そういう見た目になってしまう方がいらっしゃいます。それだけならまだいいんですけども、肩の後ろ側が弱いと筋力のアンバランスのせいで怪我をしやすくなってしまうんですね。なので、その怪我を防ぐという意味でも、見た目的にバランスのいい、隙のない肩を作るという意味でも、リアデルト、三角筋後部の種目っていうのはきちんとやり込むようにしてください。ちょっと成長が遅れてるなという方は、もうプレス系の、ね、種目の前に一番肩の最初で、ね、三角筋後部の種目をやる、それぐらいでもいいと。そんな感じでね、この3つのコツを押さえた上で、どういう種目をやっていただくのがいいかなと私なりに考えた種目が5つありますので、1つずつご紹介していきたいと思います。1つ目がミリタリープレスですね。肩の最強種目でもお話ししましたけれども、このミリタリープレスがやっぱり一番基本になる種目だと思いますので、このミリタリープレスがしっかりできれば、他のプレス系の種目はもう大体ですね、問題なくできるようになりますので
ので、肩の土台作りのためにですね、ぜひこのミリタリープレスというのは習得していただきたいと思います。そして2つ目なんですけども、これも肩のプレス系の種目で、アーノルドプレスですね。やり方の解説動画も以前に出してますので、詳しいやり方はそちらをご覧いただきたいんですけども、アーノルドプレスの特徴は、まずダンベルを使っていただくので、バーベルと比べて軌道が自由になるので、怪我のリスクが少なくなります。そして、アーノルドプレスの場合、ダンベルを下ろしてくるときに、手のひらが自分の方を向くようになりますね。このポジションって肩の怪我のリスクが少ないんですね。インピンジメントといって、こう肩のインナーマッスルとか腱なんかを挟み込むような、そういう怪我が起きにくい、肩に優しい姿勢になってるんですね。なので一番ですね、下ろしてきてインピンジメントが起きやすい、怪我をしやすい状態のところで、肩に優しいポジションでダンベルを持っておけるということで、怪我のリスクを抑えながらしっかりですね、プレス系の種目を行うことができるということで、このアーノルドプレスをお勧めさせていただきます。そして3種目目がサイドレグズですね。もうほとんど全員やってらっしゃると思うんで、もう言うまでもないと思うんですけども、やっぱりプレスだけではなくて、このレイズ系の種目で三角筋のチューブのね、張り出しっていうのをしっかり作っていただくっていうのもおすすめです。まあ、これもダンベルだけでなくてね、ケーブルとかね、マシンとかね、いろんなバリエーションがありますので、ご自身に合ったやり方っていうのをね、選んでいただければと思いますけれども、このサイドレイズも当然ですね、やり込んでいただくのをお勧めしています。そして4種目目が三角筋後部の種目ですけれども、以前私が紹介したパウエルレイズという種目ですね、かなりマニアックな種目にはなりますけれども、種目の系統としてはサイドラインクリアレイズと同じようなイメージになりますので、しっかりストレッチをかけたところで三角筋後部を刺激させることができるので、三角筋後部の成長のために非常におすすめの種目です。でそれに加えてダンベルを大きく動かすことで、菱形筋とか僧帽筋チューブといった肩甲骨を安定させるために必要な筋肉も一度に鍛えることができるので、肩の怪我を防ぐのにも非常に効果的な種目になっています。そういう意味でこのパウエルレイズをご紹介させていただきました。そして最後5つ目がダンベルリアデルトローですね。もちろんリアレイズでもいいんですけども、ダンベルリアデルトローの方がリアレイズ、こうパウエルレイズとね、ちょっと若干軌道が違ってくるので、そういう意味でちょっと違った刺激を加えることができるというのと、パウエルレイズの場合はどうしてもストレッチの刺激が強くなる分、なかなかね、高重量を扱うことができないので、そのね、欠点を補うためにリアレイズと比べて高重量を扱えるダンベルリアデルトローで、しっかり高重量で三角筋を刺激させてあげる、このパウエルレイズとちょっと違った軌道、そして高重量で三角筋後部を刺激してより成長を促してあげるということで、最後5種目目にこのダンベルリアデルトローを入れさせていただきました。はい、今回はですね、肩を効率よく鍛えるための種目を5種目紹介させていただきました。他にもね、いろいろいい種目はたくさんありますので、いろいろね、試行錯誤しながらやっていただきたいんですけども、まあ、その際のね、参考にしていただければと思います。他にもね、この部位のおすすめ種目が知りたいということがありましたらね、ぜひコメントによろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。